お疲れちゃんスラットです。今日ですね、こちらのメガナイトロイジェイミラー、はい、やっていきたいと思います。ってことでですね、こちらなんとね、中国のエルシオープですね。はい、まあ、中国で一番うまいプレイヤーって言ったらね、わかりやすいですかね、方が使ってました。てか、まあ、その人しか多分使ってないですし、なんでっていう、まあ、出来なんですけども、まあ、その人が使ってたんで、はい、やっていこうと思います。エルシオープ坊ちゃんですね。まあ、知ってる人は知ってるかな。はい、皇帝と呼ばれしね、クラロワリーグでもマジで強いし、世界大会とかも多分ね、一番出てない。その、クラロワにおいて、世界大会一番回数出てる人が多いのが、そのエルシオープっていうプレイヤーですね。そう、そのプレイヤーが使ってましたということで、最近ちょっとメガナイトがね、こう、なんていうんですか、不遇と言いますか、あまり報われてないんですよね。そう。やっぱなんだろうね、もう環境が渋いっていうので、まあ、下方もされちゃいましたしね。そう、エレジャイにも歯が立たないしっていうので、最近ちょっとメガナイトがかわいそうで、メガナイトのデッキもね、使ってほしいっていうコメントが結構あったので、はい、今日ちょっとメガナイトやっていこうと思うんですけど、これ待ったらロイホグミラー来そうだな、これ。ロイホグミラーじゃなくてもいいけど。来ねえのかな。全然来んかった。ケツメガしちゃった。はい、いや。これウッド許容って多分さてはやばい。いや、しかもウッドがさ、絶妙に下手。あ、でもいい。なんとかなってる。これ、メガゴが結構うざいんですよ、この相手からしたら。だからまあ、金とかできるかな。いや、大砲も一回使ってくんねえかな。いやー、ちくに強い。これ待って。いや、うわ、13強い。ちょっとね、ごめんなさい。こんなダメージ受けるはずじゃなかったですね。さあ、ミラーしたすぎて、ミラーメガナイトしたんですけど、する必要なかったですね。はい。攻めてきたら、ローグ攻めてきたらすればいいだけなんで、いやー、このダメージ受けちゃったのちょっと痛いなー。相手待ってますね、多分。さて、ファイスピが来んのが、おお、さすがにこれは守って、いてー、1300まで入ってもうたの痛いけど、こっから結構熱い流れがね、来るんですよ。いきます。メガナイトミラーですね。まあ、メガナイトミラー、ロイミラー、いろんなミラーができるんですけど、皇帝のデッキで負けるわけにはいかない。デリバリーマンナーチラからのロイミラーは結構あるっすね。よいしょ。太陽が、いや、ちくいやってんの熱い。で、メガナイトのコストがあれば、いや、これ結構入るぞ。結構入るぞ。頼む。いっぱい入ってくれ。いや、全然入らん。いや、ユート入ってるか。ファイブとかいいか。やばい。ファイブネームが。痛い。なんでよ、1200。1200。一旦こっち。男の教養か。あー、うまい。男の教養は結構入るんじゃないの。いた、結構入ってる。もうちょっと欲しい。うん、飛べ、頑張れ。踏んでる。好きだけの男の許容で攻めて、お、男の許容で勝った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 。おお、これはですよ、危ねえ。序盤なんか雑でかないとしなきゃね、もっと許してこんな。オッケー。さあ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 、俺相手のバッジも見えんのか。グラチャレでもそこそこに高いバッジついてましたよ。うん。よし。いや、なんかね、メガゴこれいんのみたいな。ハンターミラーファイブとかあってさ、対空ちょっと強いからさ、メガゴいらねえやんと思ったんですけど、まあ、意外といい味は出してるし、相手バカチンパンでめっちゃ入るんだけど、最悪。何これ、クラロってそんな感じだったっけ。
初めだくりつけたらドヤンにも程がある。いや痛すぎ。しかも初見殺し用セットだ。しっかり、まあまあまあ、こういう人たちを分からせたいですね。痛い、待って、これやばい。しかもこういうのフリーズとか大抵入ってくからな。サファイボで痛えよこれ。マジでさっきと一緒、この序盤の、まあ、これは冷静に許容してガゴからやるんだよ。そういうのは君ガゴからやるんだよ。いや一旦行くか。うん、そう、ジャイスキラね。いやマジウッドサイターだけであれはね、マジでやばい、本気でやばい。嫌いになるこいつ。運ゲーなぁ、知ってたから。消えない。いや、どうだろうな。メガナイト受け意外ときつそうだけどな、相手。うわぁ、おしゃれな。おしゃれな受けが来てもうたよ。まあまあまあ。いや、最初のダメージさえなければ絶対余裕で勝てたな、これ。ね。初手チンパンでいかれてるけど、いやーマジでワンチョンにつけねえかな。えぐい、理不尽すぎる。ちょっときついか。ワンチャン？ファイボミラー。いやー理不尽すぎたなー、これ。これやばいよ。もう意味わかんないでしょ。ウッドサイたのがダメなのか。いやーいいよ、そういうことにしとくよ。まあ、あと手札サイクルとかもね、いろいろありますけど。ちょっと待ってくれよ。それ最初ね、追いつきます、サイ。皆さん、ウッドサイたら始まりでアクビリスケラ来ますよ。ウッド大事にね。ウッド大事に。ウッドサイたら始まりでアクビリスケラ来ます。うん、さあ、降りってことは、エレジェイの可能性ありますね。まあ、このハンター・ミラーっていう構成はね、やっぱもうエレジェイ用みたいなとこありますからね。ぶっちゃけ。あ、シーエテルブなのかな。檻から生まれてきそうぐらいのタイミングで。おい、これ両サイ受けるか。まあこれやるのはちょっと怖いな。ロイヤル来そう。なら許容でもいいけど。うん、さあ死にたいロイフグだ。オッケー、相手のデッキ分かってしまえばね。あとはエリスピなんでゴルナイも多分ほぼ確でいない。そう、なんとかなるんで。よし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 。いやもうこうなったら勝ちっすよ。うん、初手ゲーだけっすよマジで。許せねえなあの人。もう一回当たりてえもん。5回あったら絶対5回勝てるもんあれ。いやー、さあ檻から入ってくる、まあ、メガナイトもあるんで、まあ、ホバに徹底ファイブか、まあ、ザッピ2体にファイブ打っていけばいいかな。どうしようかな。ハンターから入りたいよねぶっちゃけ。まあメガナイトミラーもできるといいんだけど、そんなコストはねえんだ。あれ打っちゃうか。相手ロイグ出してこないですね。これメガナイトメガナイトでダメかな。
いい気がするな。これで逆線ロイホが誘うんですよ。いやでもミラー持ってるの知ってるか、これこれ来たらバカ美味しいぞ。いやもうここで行っちゃう。え、これでしょ絶対。来た来た来た、これ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 、俺のしたかったやつからのロイだね。いやよしよしよし、いやいや、でメガネと頑張る5打つ。いや頑張りすぎだろ、頑張りすぎ頑張りすぎ頑張りすぎ。あーでもターゲット返ってくる、でもめっちゃ強いんだけど。相性良すぎかこれ、これやばいね。神相性にも程があるよね。いやそうメガネと組んで、これで逆来てもね起用してメガネとでいいんで。ロイホグに対してこんなメガナイト出すかっていうぐらい出しちゃうね。出しすぎてちょっと怖いぐらいだな。ちょっと延命したい。え、ハンマーフチってんじゃん、ハンマーハンターね。いやいいよこれ、もうなんかメガナイトで勝てそうだもんな。これこれメガネとハンターこれ止まんないっすよ絶対。こんな勢いでも良さそう。ハンター追加しちゃう、おしゃれに。ういー、さあ13メガナイトがいいね。いやこれ気持ちいいよ本当に。さっきの帳消しにできるこれで。いやメガナイトミラー熱いな、なんかねめっちゃ火力高いわ。メガナイトはね普通範囲攻撃なんでダメージは出ないんですけども、めちゃめちゃダメージ出てるこいつ。ペッカみたいなもん、ペッカの範囲攻撃版ね、いわゆるチート。どうする、あとライバルも強いんですよねこのデッキ。メガゴハンターミラファイバーなんで空来てくれると嬉しいが、あーゴールデンナイト、まあまあまあ、マジュちゃん、あースパキ、スパちゃんか、ザッピー、エレキ、メガゴー、コーンバリーのうちの2枚が入ってます。スパちゃんやだな、めちゃくちゃ嫌っすねぶっちゃけ。いやーこのさウッドでさ槍が残らないのがねちょっと嫌っすよねマジで。いやうまっ、ずるやんずるやん、ちょっと待って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 、スケこっちに出せばいいのか。まあまあいやこれはね勝ちたいよ。でもメガナイトはスパーキーに対してあんまり活躍できないんですけど勝ちたい。ミニペッカいるっすね間違いなく。うーん、まあ、一旦行こう。いやーいいよ、行くことに意味がある。でコストを使わせることによってこの後の防衛を非常にしやすくする。殴れ、よし、これザップいらんやろこれ。よしよしよし、いやーいい攻めっすよ。なんなら高回転でいっちゃう。いやーもうしっとりやなんか。いやでもハンター残ってる、ちょっといいね。スパーキーぶっちゃけ5ミラーでやるとかでもいいんだよね。いやーもう頑張ってるわ。うん。頑張ってんだけど、苦しいよ。よしよし、いや全然戦える、あんま打ちたくないけど結構おいしいぞ。え、あるぞこれマジで、鬼のバコバコカウンターだぞこんな。いやーゴールダイいると話変わる、走んだ。いやーうまいな、そのなんか、いけるぞ、いけいけいけ、メガゴハンターで圧かけろ。よしよし、いや全然全然。でこれでなんならゴブジェ誘っちゃう、逆サイドに。
いや、今の回。いや、めっちゃ冷静に5打つ。これやばい。やりすぎ？いや、溶けるんかい。来んのか？さ、来ない。間に合い。間に合えてやばい。いや、間に合ってる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 。よし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 。俺ちなみにファイブミラーでこれ勝てるんで、守れば守ればね、守れっかな。あれファイブ多分2回打つとね、端目切っちゃうんだよな。打った方がいいよな、多分。怖いよね。やばい。キョキョ。お、あいつやってるやってるやってる。うっと。ジャンピング。ファイブミラーとか落ちてしないで。あ、勝ったっしょ。やべ、待って、負け筋ゴルナイだけ。おはははでけえ。でかすぎ、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 ガチでかい。ファイモとファイモミラーってあの、キュークスか。まあでも、スパーキーの処理にキュークスいるのもやばいよね。よしよし、まあリセット系がない中で、いや、いいよ。全然あと2勝だ。エルショープロイジャイ。言わないとね、言うてでもやっぱね、スパーキーも苦しいし、もう周りで頑張ってるわ。ハンターメガコでね。坊ちゃんで一気。そう、なんで坊ちゃんかっていうと、エルシオボ坊ちゃん。なんでなんだ、なんかポノスでみんなの時から坊ちゃんって呼んでたんだよな。エルシオボ坊ちゃん。実際会ったことあるけどね。なんか見た目めっちゃいかつい感出てますけど、結構背も小さくてね、なんか、すごいわちゃわちゃしてる、めっちゃ可愛かったんですよね、エルシオボ。そう。なんか軍人みたいな。めっちゃいかちいじゃんみたいな。実際会ったらね、お前めっちゃ笑顔でニコニコしとるやんみたいな、ずっと。そうそうそう、可愛くてね、いい人でした。リトルチェーンとかの方が 見た目いかつくてね、あほん、なんか映像を見るそのまんまやんって思うね。そう、懐かしいな。ユキはね、かっこよかったですね。僕の大好きノーバー e スポーツ。いや、メガネってすげえ人なんだ、ロイカ。行きたくなるが、一瞬待つ。いやー、やば。走らないよな、さすがに。うわー、めっちゃコスト捨てたからいいや。これさ、三種出てこねえかな。出てきそうじゃね？出てこいや。よしよしよし、まあここは押して、まあチュチュチュン2倍で参ったら、でもさ、これダブルダブルスってこと？これだってもうちょうど綺麗に8個数たまるよね、メガゴのおかげで。それがズルなんだよね。はいはい、来ました、最強の構え。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。見てらっしゃい。あなたはどうやって守りますか？この辺に、ウッド添えると。にゃー、ハンター。いや、でもこれ、絶対止まんねえだろ。しかも、エリババ咲いたんで、ここのロイジェイ追加。いや、めっちゃ止まるやん。なんで？防衛うまくね？いや、でもきつい。結構入るぞ。しかも、これ、明確ハンターが。いいぞ。いや、これ全てが入る。よし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 、めっちゃいいや。別に暇なんで8枚目が動いてこう。うますぎ。よしよし。いや、しかもこれメガネ出して監視来てもね、ファイブウッドするべし。これさ、無理やり行ったらダメかな。いや、一旦冷静にファイブで処理しようぜ。これよ、
結局ね。うんうん、いいよ。しかも回転早いから最後すぐもう一回磨かないといける。ほら、いやー走るんだね君すごい。まあ問題やっぱエリババ厄介だよ、これね。絶対エリババ食っと思うの。いや来ないか、行って。神ファイバー、メガゴファイバーがマジで強い。いけいけいけ、焼き殺せ。ほらフィジカル、メガゴの腕はぶっ壊れ。あとはファイボミラーぐらいじゃないですかねって。これ一回、あ、終わりですから相手。で、俺ぐらいになるとここにファイブ打ちます。うん。あれ？ちょっと待って。やばい。あー危ない。なんならミラーファイブで今マスク解けましたね。よしよし、さすがに相性が良かったな。オッケー。いや、メガナイト、頑張ってっぞ。ミラーをしてあげることでね、してあげなきゃもうね、この子輝けないけど最近。まあ気長に待つしかないですね、ほんと。強化、爆強化来ねえかなね。まあちらほら使われているものの、めちゃんこエレジェほど最強ではないですね、余裕で。さあこれ勝てばジョニーウィン、オーシャンマン、チエンスケラ、ゴレ、エレジャイ、ラバー、ロイって感じかな、候補的には。まあ、ラバだったら一番いいな。いや、ラバっぽいやん。めっちゃ熱いぞ、それ。おぉ、急に変わったな、俺。なんだ、メガボタルボス。これか。これはちょっといっちゃう。コースないけど。あー、これか。お、なんか結構入んねえか。いや、もうちょっと頑張ってしかったな。ファンタ頑張れ。いいね。いや、いいね。さあからのもう一回ロイでもよかったかな。なんか相手でも今回施設あるけど、ダックプリベビーでなんか結構あれっすね、あの火力がないというか、ロイジャーとかするのが苦しそう。うん、逆さ足前ベビースクラとか来ないかな。暇なんでファイブ打ちます。でベビーメガゴダクピー、これかな、さすがに。めっちゃこれっぽいよね、立ち回り。スケラとかあるこれで。うん、スケラだってめっちゃこれっぽかったな。うわー、しかもやべ、フリーズいてー。さあ、お、13メガゴの腕は長い。いやだ、フリーズってことは分かったんで、これはもう俺のタイムよね。いや、ちょっと変わったデッキだな。まあベビドラが厄介ですかね、僕からしたら。まあいいファイボで、センスのファイボで。まああと、ウッド良くないですね、あんま雑に使うと。まあ、メガナイト右展開も左展開も両方したいな。トルネフリーズで多分全巻き込みをしたいと思うんですよ、相手は。そう。で、こういう攻めたい時に逆サイ行ってあげる。そうすると、結構いい感じになって、いいんじゃない？ 2 発受けて、いや結構いいぞ。いやいいタルババだな、これ。これ繰り返すだけでちょっと辛そうだけどな。いやでもうまいなそれ。なんかやったね。逆もちょっと狙われてる。
いや湧きすぎ湧きすぎマジでガチやばい。これからのこれ見てスーパーロイ出すわ。いやこれ絶対きついでしょ。いやフリーズボーイか。ここからもいけいけしかないな。守るのやだもん。待って呪文剣ないっすかあれ。あれもこれも俺のお願い数学できてくれ俺。いや落ちないあれやばい。おにゃできなかった。そういうこともあります。はい、どうだよ最後負けたっすけど、まあそれはね僕のあの偏差値的なものがねちょっとこう足んなかっただけなんでね。はい、デッキは悪くないです、強いです。皆さんも使ってください。お疲れちゃんです。またね。